シリコンバレーのベンチャー部屋かさん今日のお題は今日はですねまたベンチャーじゃないんですけれどもマイクロストラテジーという会社ですこれねあの上場してる会社なんですけれども、えー、ビジネスはですねエンタープライズソフトウェアの販売、えー、とですねビビジネスインテリジェンス系のこうアプリケーションを売ってるという会社です、えーえー、結構もう何千人か社員がいて、えー、年間売上がだいたい五百億円ぐらいあるっていう感じの。 中堅の会社ですよねなんですけれどもそこの会社がですね去年の夏から狂ったようにビットコインを買っているということでですねどれぐらい買っているかというとまず8月に 250, ミリオン250億円分のビットコインを買いましたとでこれで2万1,454ビットコインを買ったそうなんですけれどもでそこからちまちま買い続けて。 12月時点ですでに1.3ビリオン分買っていますとだから日本円にして1300億円とか1400億円とか買いましたと、はい、でさらに2月にまたドカーンとですね、はい、1>, 1ビリオン分さらに買いましたということでえっ、ー、とですねトータルで今9万ビットコイン持っていますと9万531ビットコインらしいんですけれども <laughs> で えっと、今日の相場がビットコイン大体5万2000ドルぐらいなんですね、今が。で、それを計算して大体4.7ビリオン、はい、まあ日本円にして5000億円分ぐらい持ってますと。で<ー>、えー、それを去年の8月に発表してからですね、その前は株価が大体いい110ドルぐらいだったんですけれども、今日の時点で621ドルということで、はい、まあ5倍強になっていますという感じです。 しかも今株が暴落してる最中あそうですねで、うん、特にテクノロジー落ちてました、ね、世の中的にはあのビットコインの ETF 扱いをされてるんじゃないかというふうに言われていてつまりあのビットコインって買おうと思ってもすぐにこうどうやって買ったらいいか分かんないっていう人って結構いると思うんですよ。そうですよ、ねえー、で今、まあ、ロビンフットとかそういうアプリで結構買えるとか例えば。 だろうソーファイとかスクエアキャッシュとかでも買えるんですよねなんですけど<ー>知らない人は知らないじゃないですかそうですよね、うん、私なんかそれ本当に大丈夫なのとか思う人もいると思うんですようん、うん、で世の中的にはですねもう4年ぐらい前からずっとビットコインの ETF を出します要はですねビットコインをある会社が持つんですねでそれをもとに、うん、その普通に株式市場で流通する ETF にして要は何て言うんですか、はい、あの普通の株みたいな皮をかぶせて普通の株式事情でそれを売買するとでそうすると普通の株扱いなのでな例えば e トレードとかそういう普通の株売買アプリで検索すると出てくるこう銘柄としてビットコインの外側に何かかぶったものが常にあるという状態になるんですね。 で実はこれ先例があってあのゴールド普通の金もですね、えー、と15年ぐらい前かな、はい、まあ,あるところで、えー、ETF で普通の株式市場でゴールドなんちゃってっていうのを取引できるようになったんですね。で、えー、そしたらですね、はい、え金の価値が、えー、となん結構上がったんですよねその要は流動性が増して誰でも株を買うような感じで金もちょっと買うってことができるようになったと。 金がその ETF になることによって価値が上がったんですけど、うん、同じことをビットコインでもやろうっていう動きはずっとあってですねもう何年も前からいろんなファンドなりが、うんえー、ビットコイン ETF 出していいですか申請っていうのを証券取引委員会に出してるんですけど、まあ、大体断られてきたと今まで。 ししかし今マイクロストラテジー、まあ、年間売り上げ500億円ぐらいでビットコイン5000億円分ぐらい持ってるんで <laughs> だったらビットコイン買う代わりにマイクロストラテジーの株を買えばいいんじゃないかっていうですね。なるほどね。全然意味不明なんですけれどもまあとにかく株価5.4倍5.5倍とかになっていると。う そうですねここのマイクロストラテジーの CEO っていう人は56歳 MIT のエアロノーティックスとアストロノーティックスのディグリーを持っているとだから宇宙工学ですねすい、はい、であのふと思ったんですがそれは MIT の宇宙工学といえばうちの旦那が出た。 ところでもあるんですけれども、うちの旦那はなんか。もう全くそういう、あのおしゃれなものには興味がないですね。ビットコインとか。あの。確かサンゴに興味が。サンゴと不動産にしか興味がないっていう人なんですけれども。あ,あとポケモンですね。<laughs> はいはいはい。えー、なんか、に、いいじゃないですか。日に似たような学歴だけど、随分違うわねとか思ったんですが。それは置いといて、この人がですね。はい、実は。 イーロン・マスクがテスラのお金でビットコインを買ったのは私の影響であると言っていてなんか12月にイーロン・マスクが何かツイートしたところでこのマイクロストラテジーの CEO がいやすべこべ言わずにテスラも株主に恩恵をもたらすためにビットコイン買っとけばみたいなことをリプライしたとそしたらイーロン・マスクが「でもそんな巨額の取引できるの?」 と聞いたとで彼が「うん、いやうちの会社はここ数か月で1.3ビリオン、まあ、1,400億円分ぐらい買ってるよん」と答えたと。でもっと知りたいならあの DM してみたいなことを言って <laughs> イロンはへっと思ったと。で2月にテスラが1.5ビリオン、まあ、1,500億円1,600億円分のビットコインを買ったという事態になったんですね。これ全部ツイッター上ですよね、うん、ツイッター上での会話なんですよね。そうですねで そんな巨額のの取引できるのっていうのはかなり理にかなった質問であのビットコインって24時間365日売り買いできる代わりにですねあのこう大きい取引をすると株価,が株価ビットコインの価格がものすごい下がったり上がったりしちゃうんですよ自分の買ったこと自分が売ったことによって。なるほどでこれスリッページっていうんですけれども、まあ、普通の株でもありえるんですね一度にドッカーンって誰かが買ったら値段上がっちゃうじゃないですか。うんうん <で>はい、そうなんですけれどもビットコインの場合結構薄いんですねそのある一時期に動いてる額て普通の株式市場に比べるとなので1,000億円分とか一度に買ったらもちろんドッカーンと値段が下がっちゃうんですね,な,ねえなんですが実はもうビットコイン界というか暗号通貨界にはそういう時にはこうしましょうみたいなサービスプロバイダーがすでにいっぱいいてですね <laughs> えあの株式の普通の株価の世界では 元々そういうことってたくさんやりようがあるんですけれども実は暗号通貨界にもそれをそのまま持ってきた人たちがいっぱいいてですね、えー、確か3年ぐらい前からある4年ぐらい前かなからあるタゴミっていう会社があるんですけれども、えー、ちょっと変わった名前な,ないんですけどねここはじゃあ1,000億円分のビットコイン買ってあのオーバーネクストスリーマウンスとかって頼むわけですね。ななるるるほほどどそううすすとですねこのの会社はそのビットコインのを買うのが 巨額の買いが入ってるっていうのがわからないんですね。ものすごい細かく分割して、世界中の取引所でちま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 買い続けると。いうのをアルゴリズムでやってくれるんですね。すごい。一回の買いが、あの一ドルとか切るそうです。一千億円。円それを世界各国いろんなところから。 いろんなところからとにかくいろんな人がちょっとずつリテールのバイヤーが買ってるのと見分けがつかないようにしてでイーロン・マスクが1,500円分じゃ1,500億円分買いましたみたいにならないようにするって24時間やってるので、まあ、例えばこう1分に1回とかチバ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 買っていくわけですよ。 あでそれを余計なことをまたやってるよってツイッターで言っちゃうから訴えられるんです、ね、そか、まあ、は言わずに <laughs> あの買っちゃった後で買いましたたっって言ったわけですけれどもそんな感じでですねあのマイクロストラテジーの CEO は俺のおかげだみたいなことを言っているわけですね。彼もただ言ってるのはそのテスラが、えー、1500億円分のビットコインを買ったのが2月なんです まあ発表したのが2月なんですけれどもここがやっぱりビットコインのインフレクションポイント要は転換期であったというふうには言っていてそこまではまあ彼も含めてビットコインをものすごい買ってますっていうのはクレイジーな人たちが陶器的に買ってるだけじゃんといいう扱いでしかなかなったでもイーロンがドカンと買ったところでってかテスラが買ったところでもしかしてこれ本物っていう感じに。 世論がぐわっと動いたというようなことは言っていましたうん、うん。なるほど、そういう企業がこう参入することによって正当化されていくるんですね。そうですね。で、えっ、ー、と先週かな、先々週かな、えー、もうちょっと、はい、あの触れた数字なんですけれども、あのゴールドマンサックスのポッドキャストで、はい、先週ゴールドマンがえっ、ー、とビットコインのトレーディングディスクを再開したんですね。 えー、そのちょっと前にビットあのゴールドマン・サックスのポッドキャストでそれを説明している回があったんですけれども彼らのお客さんそのゴールドマン・サックスのお客さん企業から見たそのニーズがものすごい高いとで特にはビットコインと、うん、暗号通貨全般じゃなくてビットコインを持ちたいもしくは取り扱いたい、まあ、例えばヘッジファンドとかでも取引に参入したいというようなニーズがすごく高いと。 でえっ、ー、とですね300社のクライアント企業に聞いたときに40%がでに何らかのか形でビットコインにエクスポージャーがありますとで61%の会社が持ち分ビットコインの持ち分を増やしたいと思っているとで今年の年末のビットコインの値段はいくらになると思いますかと、まあ、300社に聞いたところ76%が まあ4万から10万ドル、まあ、400万円から1,000万円ぐらい22%がー10万ドル以上、まあ、1,000万以上になるでしょうと予測していると、うん、そしてこの76たす22っていうとですねすでに 98%88%、ね、かで、まあ、残りの人は 40K より低くなるか分からないか、まあ、そんな返事だったと思うんですけれども、うん、なんかみんなあのもう そういうい値段ななのかとと思っているとであのご存知の通りビットコイン完全にスペキュラティブなアセットというかですねあのビットコインを買ってきて指輪を作るとかそういうことできないんですよね、はい、金と違って <laughs> なのでみんなが10万度になると思えばなっちゃうっていう、まあ、そういうものなわけですよで、うん、まあその企業ユーザーがそういうふうに思ってるんだなというのは、まあ、ゴールドマン・サックスが言っていました。 反対に企業の人たちというか企業のアナリストが90%弱思っているということは反対に彼らもインベストしていることをインベストしている関連会社インベストを直接しているクライアントのためにしているという方も多いところも多いということなので反対に下げることがないよう向こうも必死になりますよね。お切,れお切れまましたみちさん聞こえてます あうん、ちょっと、りえさん途中で、ちょっと切れて。みちさんもいなく。なってしまあ私今大丈夫ですか。はい、今大丈夫です。<あ>はい、そうですか。え、いや、ということは、その企業が、それだけ、支援の。まあ、熱望しているというか、期待をしているということは。まあ、投資上、投資関係上、利害関係上。なるべく、上げる方向に、努力しますよね。うん、まあ、これは、もでも、ニーズと、サプライの。 関係でで決まるものなのな、うん、みんながちょっと持っとかなきゃなんか世間体上持っといた方がいいかなみたいな感じになってきてるわけですよ財務部の人とかがところでうちの会社ビットコインに分散してるの分散投資してるのとか言って「いやありません」っていう話なのか今まではビットコイン持ってますっていうと「うん、何をしてるんだ」だったのが「え持ってないの?」っていう感じになってきたと。 ダイバーシなイした方がいいですよみたいな感じで2パー入れますかとかそう,す、ね、そういうふうにやってますね。えー、っと、はい、確かモルガン・スタンレーも、うん、とビットコインのお客さんにそのウェルスマネジメントのお客さんに持たせるみたいなことを始めたと思うんですけど、はい、ただし資産の2%までとかいうですね、はいはい 超しょぼいこと言っていてですね。<laughs> えー、それだけまでちょっと怖いんです、ね。まあ進める側としては怖いですね。自分が買うのが90パーセント買えても、ね、人に、うん、あのドーンと行きましょうっていうには、うん、さすがにちょっとあのなんかあった時やばいっていうので確かえっと他のチェスだったっけなどっかのウェルスマネジメントの銀行も、えー、3パーセントまではおすすめみたいなこ弱々しいサジェスションしてますね。<laughs> なるほど、えー、じゃあこれから5年後にそれが10%になるのか楽しみですね,まあね、まあ、もしくは5年経ったらもはや、うん、あのビットコインの値段が上がりすぎてしまってみたいな、うん、まあよくわかりませんね。というかね。まあ、ターキシリラのように暴落したりとかね急に上がりすぎて価値を変えなきゃいけないとかいでもそれ暴落する理由はあんまりないんですよね。 そうですよね、うん、言ってみれば物質がないというのもあるしただそのなんていうんですか値段が下がらないわけじゃないんですよねで今まで何度もこう4回ぐらいバブルがあるんですねビットコインの値段って。うん、で,で、ね、必ずそこからもう一回8割とか下がっちゃうんですけどその8割下がる前になんか15倍とか20倍とかになるんであの8割下がってもまだその,、はい、そのバブルの手前の値段より ずっと高いっていう状態で落ち着くっていうのを繰り返してきてるんですね。そうですね。今の感じだとその2000何年でしたっけの5000ドルまでは落ちることはまずないって言う落ちて1万2000とかね1万5000とかそういう感じですよね。いや多分ね。それもいい感じ。多分2万ドル切ることはないんじゃないかな。まあ1万そこまで行ってました。1万ドルを切ることはもうないと思います。もうないですよね。と私は思いますけれども。 まあどうううででしょうかっていう感じでですね、うん、私が見た感じだと多分もう4万ドルを切るのももうないんじゃないかなと私は見てるんですがまあどうでしょうか。というのがマイクロストラテジービットコイン、えーはい、会社の持ってるお金の9割ぐらいビットコインになってますというそういう会社の話でした。はい